はい。どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、バトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい。ということでね、今回、絶賛大不調中のですね、僕がね、もう、どうにかなんないかなっていう感じでね、ツイッターを見ていましたら、なんかね、AR57 の画像が出てきたんで、えー、それをね、えー、そのまんま使ってみようと思います。はい。 もうツイッターにね、流れてきた画像に全てを書きたいと思っている。えー、ということで、今回ね、作ってきた AR57 はこんな感じになります。はい基本ステータスが垂直80、水平68、L544 の精度39、えー、腰ダメ73の有効射程が80、サイレンサーは中です。はい えーということでね、えー、今回はこちらのね、AR57 を使ってまあ、敵を縛いていければなって感じなんですけど、まあ、正直ね、えー、ちょっとどういった用途で使うのかまあわからん。やられたらさ、だるいんだけどさ、自分がやってもね、うまく使いこなせないアタッチメントランキング第1位だと思いますので、えー、この辺をね、どうやってうまく使っていくのかっていうのがまあミソになってくるんじゃないでしょうか。はい えー、ということでね、まあ今回はちょっとフラッシュライトついているので、まあ狭めのマップ、まあ農場のね、台風襲来とかで、まあちょっとキンクリになった時にフラッシュライトで、相手のね、目をバルスしてあげようと思うんです。はい、ということでね、えー、早速やっていきましょうレッツゴーはい、ということでですね、早速やってきました。対戦よろしくお願いします。まずはちょっとライト切っておきましょうか。えー、まずはね、一旦ノンリコイルで打っていこうと思います。こんな感じ。あ、意外と跳ねるぞ 大丈夫か俺が今まで使ってきた AR57 とは一味も二味も違うようだねはいまあリコイル安定させたらまあこんなもんですか、まあ、若干上気味ですけどまあ使えるかなって感じですねうんちょっと遠くのね的にも当ててみましょうかまあやれないこともないって感じかただね、えー、僕にとって垂直80っていうのはね本当にね結構ね暴れ馬なんでまあでもやれるかうんやれますね まあこんな感じで、まあ、敵、ばいていければなって思います。はい一発これ500円するからな、4層貫通弾が。マジで高いんですよ、本当に。貧乏人の僕にはね、マジで手がね出なかったんですけど、出しました。喉から手を出しまして、うん、しっかりとね、えー、購入に成功したので、まあ、今回、ばいていければなって感じですね。はい はい。ということでですね、秒速8センチメートルで、まンてテてったん、ということで、もう頭がね、ぶち壊れちゃいました。はい。もうやばいよ。今、4連敗中ですかちょっとそろそろね、ここでね、連敗ストップしておきたい。はい。まあ、動画の中ではね、えー、かなりも負けていますので、まあ、動画撮影外は、まあ、くだらないね、えー、敵とマッチングしないレイドだったり、あとはまあ、まあ、物資物色タイムっていうか、まあ、ゴミ漁りをしてね、 え、ま、小銭を稼いで。で、小銭を稼いで大金はたいて買った装備が、まあ、一瞬で溶けていくみたいな感じ。皆さんにね、このさ、悲しい気持ちが分かりますか本当に。こんなところで沸きましたが。えー、まずはそっち側攻め滅ぼすようですね。3番さん4番さん素晴らしい。そのね、好戦的な構えはね、マジで好きだよ。いるんかワンちゃんいるかこれ。いるかいや、それさすがにスカブかな。 多分スカブですね。うん。マジで気をつけてほしい。まあ、スカブはどうでもいいんだけどさ。マジでサーマルニキがいたらもう丸見えちゃんだからね。しばかれても知らねえぞ。あ、やっべ。ちょっとね、一旦回復巻き巻きタイムから入っていきまーす。すいません。回復警察の皆さんすまない。そして鎮痛剤ガブ飲みタイムで鎮痛剤警察も黙らせていきましょうか。いや、もう降りてったな、早速。マジか。君たち結構やるんか。ガチでやれんのか。 いやあ、ここちょっとね、集団でついてった方がいいのはわかるんですけど、展開しよう。ちょっと俺、領域展開するわ。やってくるわ。右領域展開、無料空潮、発動します。ちょっとここでね、味方とね、えまあ、分散することによって、まあ、いろんなところから射線を通していきたいっていうか、まあ、一匹狼になりたいというか、味方はデコいというかって感じでやっていきましょうか。ちょっと怖いな。こっち側進むの怖いけど。あ、来てるか。いるか、これ。 いるかもなこれ。あ、絶対いるじゃん、この感じ。ちょ、待ってくれ。マジで。これはクソだる案件か。ここいる。あ、絶対これいるよな、この感じは。100%人ですよね。となったら、ここでですね、えー、まずはボムってあげる。俺もさ、学んでんだよな。ボムらせてもらおうか。しっかりとナイスボム。これだよね、やっぱり。ボムることが大事ですよ。えー、ワンチャン俺やったか ちょ待てちょ待て。お前ら本当にやめろ。人がボムってやつをさ、縛くのは犯罪だぞ。多分ボムれてないと思うけどね。まあとりあえず行きましょうか。ムーブ素晴らしい。めちゃめちゃいいムーブ。さあまずは敵縛いてあげて。あ、普通にこれスカブだったんかなスカブ臭さありますね。GG 対戦ありがとうございました。 ま僕が投げたボムには誰も引っかかってないと。スカブですね。穀物町の本体はね、どうなってるんでしょうね。ワンチャンいるんじゃないか、ここ。いないんか。絶対いるよな、この中。ちょ怖いからさ、これこっち側からさ、裏取りしていきましょうか。ちょっと味方とはね、別ルートで今回やっていきたい。はい、しっかりとしを登ってあげまして。じゃあこっからね、僕は縛いていきたいと思います。いないかな、さすがに。なんかいない気もするが。 なんか、獅子を治療するなんかが必要とか言っているが、いなさそう。今回はここいないんですね。珍しいね。まあ、こんなこともあるんでしょう。はい。で、ロケーションマーキングにきがいますが、そっち側にマーキングしましたか。あ、モーテル行きたいってことか。敵いないね。マジか。えもう行っちゃったんかな、モーテルの方。まあ、その可能性も、まあ、十二分でありますよね。まあ、とりあえず、えー、ここクリアしたんで、まあ、一旦行きましょうか。 えーと、回復は大丈夫ですと。はい。怖すぎ。絶対持ってる気がするんだよな、なんかこの辺で。ちょ、マジで怖いんですが。なんかいそ本ほんと。やばいわ。なんか危険な匂いがプンプンするな。いや、マジで今回死んだらきつすぎるからさ、ほんとにやめてほしい。貯金なんてものはありませんで。あいつはスカブだから一旦スルーしておいて。ちょ、9社の方行くか。 ワンチャンポレロがね、えー、この辺りに湧いていたら相当気持ちいいんですけど、いなさそうだね、これはね。いやー、ちょっと待ってくれ。霧も濃いし、めっちゃ見えない。こういう時こそサーマルなのかもしんない。サーマルとか赤外線。でもそんなね、えー、高価な装備を買う金は今の僕にはありません。はい。マジでやだな、ここ。怖すぎ案件。まあ、とりあえず反対側のですね、バカタレをしばきに行きましょうか。わわ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 。 ちょマジでめんどくさいな。いっさ強すぎるカボチャマンが、ほんとに。やめてくれ。なんか死んでないけど、すーごいなってる。あ、それも普通にカボチャですね。えー、そのカボチャはこうやって頭をワンパンしておきましょう。しっかりとしばいてあげる。はなんだね、もう君たちは。もうマジで、もうざるい。ちょ、待ってくれ。なんかいるかこっちの奥の足音が相当怖い。待ってくれ、これ。なんか聞こえるんだよな。変な足音。 いるんじゃないのこっち側。はい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 。普通にスカブです。スカブまみれです。ほんとに。やばい。何発外したんでしょうか。ちょ、マジか。無料金庫漁らないでくれ。頼む。あー、もう漁られてるわ。終わった。ちょ、マジでまずい。どうにかして稼がないといけない。ただね、冷静になれ。こういうね、熱い気持ちでプレイするのも、まあもちろん大事なんだけど、ただね、このパッションだけではね、どうにもならないことが多いんですよ。 しっかりクールに行かないといけないですよね。気持ちは熱く心は冷静にってやつですか。はい。その冷静さがないとね、えー、マジでしばかれるんで、本当に。ちょ、いっさ、まあ、このエロいマガジンを見ることも大事なんだが、えー、とりあえずね、えー、ASMR のお時間入りたいと思います。まずは冷静にな。大丈夫かやれてるかちょっと敵がマジでさ、いないんだよね。どこ行ったんだろう全然銃声鳴らさないしね。 かなり不気味なんですよね、今回のレイド。いや、モーテル以外からマジで銃声聞こえてこないんだけど、なにこれマジで待って、これなにこの足音なんだようやく来たかワンチャン、敵が。あ、なんか敵臭い。これ敵臭いな、普通に。あ、敵だ、これ多分。ようやくいたかちょ、待って待って待って。マジで待ってくれ。しばいたオッケーまずは一枚、ファーストキルはいこういうことただまだいるぞ。 慌てるな、ここ。絶対に慌てんな。マジでまだいる。ちょ、待て待て待て。しっかりここ、動き回っていこうか。どこ行ったもう一枚。おいおい、来たぞ、来たぞ、来たぞ。ついに始まったか。メンタルブレイクアウトが。ちょ、マジで怖いわ。いや、味方呼びたいけどさ、味方呼ぶと物資を取られる可能性があるっていう、このジレンマ。ちょ、マジでどこだわからん。 いやーこれやだなー。俺だけしか動いてないじゃん。これ相当不利だよね。ちょ、マジで待ってくれ。姿さえ分かれば、俺のエイムで何とでもなるのに。マジで分からん。ちょ、待ってください。めんどくさ。ちょ、マジでこれ回っていくしかないか。どこにいる絶対止まってんだよな。確実にいるんですけど。ちょ、待てよ。マジでやめてくれよ、ほんとに。どこ行ったんだよ。 怖いやー、怖い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 。絶対どっかに持ってるじゃん。ふざけんな、ここでライトつけるか。怖すぎる。ルイージマンション級。いないんか見捨てたかわからねえ、マジで。どこ行った、あいつ。もう一枚。二枚いたんだよね。帰ったかな、さすがに。これ、帰ったにかけるか。マジで、わっかんな。ちょっと死体の位置もわからないっていう。 まず死体がない。探せ。この世の全てをそこに置いてきた俺はち。マジでないんだけど、普通に待ってくれ。見つけ面。こんなところで縛いたらもうわかんないよ。あった。これだ。いやーこれ拾っていいか。さすがに拾えるか。ちょーくわかんないけど、とりあえずゲッティング。はいー。しょっぱー。いやーこれ普通に逃げたな敵。うん。絶対見捨てやがったわ。白状物ですね、これは。 えー、確実にどっか行っちゃった。とりあえずバックパックの中もしょっぱすぎるし、なんだこれは。まあ、とりあえずロールアッピングして入れておきますが、いや普通に敵のムーブが遅いだけだったな。うんまあ、とりあえずこれはこんな感じで、えー、もう帰りましょう。1、まあ、人1冊ってことで、いいですか。いやこれで帰れればね、ようやくちょっと連敗ストップできるってことで、いや,やっぱりね、ツイッターアサるに限るわ、ほんと。 暇な時間があったら、もうツイッターあっていただいて、で、なんか良さそうなね、カスタムがあったら、そのまんまね、えー、まあ画像を見て、えー、まあ作ってみるとこんな感じで、まあ、しばけるわけですよね。素晴らしい。いや、今の時代ね、やっぱりね、SNS がね、発達しているので、誰でもですね、情報を取れる時代になりました。はい。で、情報発信もね、えー、しやすいですので、やっぱりね、いろんなね、カスタムっていうのが、 まあ皆さんね、簡単にお手元に届くようになったんですよね。うん、だから、何かね、つまずいたときはね、こうやってね SN、SNS を見て、で、ああ作ってみてほしい、うん。そうするとね、こうやって連敗ストッパーになりますから、はいまあ、僕もね、結構いい武器は紹介してるんだけどさ、やっぱね、自分のプレイングは変えられませんので、なかなかね、その武器の良さがみんなに伝わってなかったりする。だから、これマジで良さそうじゃんってね、思ったやつがあったら、ぜひ使ってみてほしい。 イルカワンちゃん。なんだ今の足音。え、さすがに人じゃないよな。え、人なんか。これさすがにスカブだよな、この感じ。違う。あ、これスカブです。はい。とりあえずもうね、えー、帰りましょう。マジでこれ帰れると全然違うんだよな。うん。これでね、また僕は自信を取り戻してやれるんじゃないかなって思います。はい。ということでね、本日の最終結果見、はいね、結果見ていきたいと思います。はい。ということでね、本日の最終結果はこっちね。 ええー、ん !12 万円やっと帰れた。マジで生きてるって最高いやーまあ、あの、12万円しか稼げてないんですけど、まああの、それ以上の価値がありますね。この連敗をストップするっていうのにね、とっても大きな意味があるんで、まあ、皆さんもね、えー、よろしければぜひね、この AR57、t w i t t e から拾ってきたバージョン使ってね、敵を縛いてみてください。結構ね、よかったです。 ま、値段はね、8万弱ぐらいしました。はい。ということでね、え皆さんもよろしければ、ぜひ使ってみてください。以上、こんがりでした。じゃあなっ、じじー。